ごきげんよう。ごきげんトークの宮崎豊です。今日は2022年2月の12日土曜日です。今日はなんと先ほど7時過ぎにすごいことが起こりましたね。藤井聡太竜王がなんと史上最年少の五冠達成。これがすごいですね。なんと4連勝という、まあ誰も想像できなかったような勝ち方で第71期アルソック王将戦七番勝負第4局を制して、なんと藤井聡太竜王が渡辺明王将を4立てというんですから、もう誰も想像してなかったというんですけども、その凄さ、今日も第4局はですね、朝の封じ手を上げたところでは渡辺明王将が少し有利かなという、後の本人もそういう感想を言っておられましたけど、そこからだんだんなんか手があちこちいろんな可能性が広くなる、手が広くなる将棋になっていって、そこから藤井聡太竜王のこの頭の回転の速さ、読みの速さ、広さ、深さ、そこらがじわじわじわと渡辺明王将に迫っていきまして、有利になったところから藤井聡太竜王は間違わない、確実に打つ手がどん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 と相手を押していくといいますか、迫っていくといいますか、そして最後頃になるともう 90% 対 10% ぐらいがこうずっと押していくような AI の評価ですが、そこらになるともう藤井聡太竜王は間違わないですよね。確実に、もう絶対に、危ないような危険なことはなくて、順調に押して押してついに114手58角を打ったところで渡辺、明王将が投了となりました。その時点で渡辺竜王は残り時間が5分、藤井聡太竜王は36分残してますから、時間的にはですね、もう藤井聡太竜王が有利してますから、もうあまり最後のこのイライラするというか、もう迫るような、もう打ち合いになるような、叩き合いになるようなことは今回はなくて、じわっと押し切ったという、もうこの藤井聡太竜王の強さをもう感じましたね。ほんと強い、読みを間違わない、これが19歳かという、もうちょっと信じがたいような、今まで将棋界になかったような、もうすごいことが起こりました。まあ今日は何といっても藤井聡太竜王が史上最年少五冠王が誕生したということで、この今日この後でまあ多分記者会見もあったりですね、もうマスコミが寄って、もう写真撮ったり、もうまたいろんなところで、話題が沸騰してですね、明日の多分新聞も藤井聡太さんがうわっと締めるでしょうね。まあそれぐらいの偉業ということが、史上最年少五冠というのはそれだけでの偉業なんですよね。もうこれだけ誰もやったことのない、19歳でこれやったというところに、もう日本の将棋界はガーンと、また全体の盛り上がりがあってですね、子供たちもどん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 と将棋をするようになって、底上げができて、将棋はますます面白くなってきました。私もちょっとこれから中飛車をもっと勉強して強くなりたいなということが、こうつつつと湧いてきました。今日は藤井聡太竜王が史上最年少で五冠を達成したことを喜びたいと思います。お手掛けよ。